スポーツクライミングの伊藤二葉です。外出自粛が続き、日常が制限されることも増えてきたと思いますが、一緒に今は不要不急の外出を控えていきましょう。今から、ここで、検水をしたいと思います。 一日でも早く世界中の日常が取り戻せますように一緒にこの状況を乗り越えていきましょう。キープシャイニング